ロキシーミュージックのステージロキシーミュージックは1971年にデビューしたイギリスのロックグループ。ブライアン・フェリーの個性的なボーカルを中心に芸術志向のグラムロックなどを発表した。バンド名のロキシーは1950年代のイギリスで事業展開していた映画館チェーンロキシーにちなむ。ブライアン・フェリーは労働者階級に生まれ、 ザガスボードなどのバンドで音楽活動を行った。彼は女子校の美術講師をしながら陶芸の創作活動をしていたが1970年代に入ってボーカリスト不足に悩むロバート・フリップらのキング・クリムゾンのボーカリストオーディションを受けることにした。オーディションを受けたのはブライアン・フェリー、ボズ・バレル、クリムゾンのマネージャーらだったが、フェリーはオチ・ボズ・バレルが採用された。 しかしその際に、フリップらはバンドのイメージに、フェリーは合わないが、良いセンスを持っていると感じ、EG にフェリーを紹介したことで、彼の運が開かれることになる。初期のバンドは、この時期すでに存在していたらしく、メンバーは、ブライアン・フェリーとクラハム・シンプソンに、ロジャー・バン、デビッド・オリスと、デクスター・ロイドらがいたことが知られている。その後、キーボーリスト募集の雑誌広告を見て、 半楽器プレイヤーとして応募してきたアンディ・マッケイと彼が連れてきた友人ブライアン・イーノが加入した。同時期にフィル・マンザネラがイーノの助手のような形で参加。ロイドの脱退によってポール・トンプソンが参加。オリストの脱退を機にマンザネラがギタリストになってデビュー時のラインナップが揃う。ここまでが1971年までに進行した。いわゆるメジャーデビュー前の 箱回りの類がないというのは異例である。1971年12月24日のファーストライブで EG 関係者を納得させ、翌年2月14日にマネジメント契約を勝ち取る。6月にはファーストアルバムロキシーミュージック、7月にはファーストシングルバージニアプレーンを発表。当時グラムロックシーン前世のロンドンでグラムロック一派とみなされ、 後世でもそう分類されている。ロキシーは NME による各部門賞で新人賞を受賞した。その後、彼らはデビット・ボーイのジギース・ター・ダスト英国ツアーのサポートアクトの傍ら勢力的にレコーディングなどを行い、1973年3月には早くもセカンドアルバム For Your Pleasure を発表。断層のレイジン・アマンダレアが登場したジャケットが、 話題となるとともに、グラムのワールと形容されたサウンドが注目を集め、A チャート上位に食い込む成功を収める。しかしこの頃、すでに、フェリーとともに、バンドの創設からのメンバーだったシンプソンが脱退、ファーストロック音の段階で脱退していたという説もある。バージニア・プレインのベースは、リック・ケントンしており、このアルバムでは後に、スミスを手掛けるジョン・ポーターがベースを担当している。 なおこの後、ロキシーは解散までレギュラーのベーシストを加入させて、おらず、ジョン・ガスタフソン、ジョン・ウェットン、ディック・ウィルス、サル・メイダ、ゲイリー・ティップス、アラン・スペナー、ニール・ジェイソンが出入りしている。そして、このアルバムをリリースした後、ロキシーの音楽を考える上で転機とも言える、メンバーチェンジが発表される。ブライアン・イーノが、セカンドアルバムまでで脱退してしまったのだ。 ブライアン・フェリーはグループと並行して早くからソロアルバムも発表した。ソロではボブ・ディラン、プラターズ、ザ・ビーチ・ボーイズらをカバーし好評だった。バンドは元カーブドエアのマルチプレイヤーであるキーボーディスト兼バイオリン奏者のエディ・ジョブソンを加え、1973年11月にサードアルバムストランデットを発表。全二作の喧騒にあふれた 未来派的なサウンドを薄める代わりに、ヨーロッパロマン主義的方向を目指し始める。実際、ノンプレイヤーのバンドであったロキシーにあって確かな楽器の演奏技術を持つジョブソンの加入は大きな意味を持ち、この時期のロキシーはファンに根強い人気を誇っている。1974年11月、ホースアルバム、カントリーライフ発表。さらに、単美、叙情性を増した音楽性も、 さることながらシースルーの下着をつけた女性二人というジャケットが物議を醸す。カナダでは女性二人が消され、ドイツでは一人の顔だけをアップにし、アメリカでは袋入りで発売されると国ごとに様々な措置が取られた。右側の黒い下着の女性は元は男性である。1975年10月、フィフスアルバムサイレン発表。ジャケットに映っている 女性モデル、ジェリー・ホールは、当時ブライアン・フェリーの恋人だったが、後年ミック・ジャガーと結婚。本作からの先行シングル、恋は、ドラッグは、全英2位、全米30位のヒットを記録し、一躍ロキシーの名を広げた。しかし、ツアー終了後に、ロキシーは一度解散。1976年発表のライブ版、ビバ、が、初期ロキシー最後のアルバムとなった。 ブライアン・フェリーは76年から77年にかけてソロアルバムで Let's Stick Together 東京城などの代表曲を発表した。ソロ活動をしていたフェリー801やフェリーのバンドで活動したマンザネラ TV 番組ロックホリーズの音楽監督などを務めたマッケーフェリーのバンドで活動したトンプソンの4人は1978年に ロキシーミュージックを再結成。キーボードとベースは固定メンバーを迎えず、セッションメンバーで補うことにした。そして、1979年に復活作、マニフェストを発表。イーのもジョブソンも、不在のため、以前よりもポップな音作りに変化したが、大敗的な美学は普遍であった。しかし、1980年4月に、トンプソンが指を骨折して脱退。 アンディ・ニューマークが準メンバーとして加わる。1980年にアルバムフレッシュブラッドを発表。本作からのシングルセイムオールドシーンは映画タイムズスクエアで使われる。そして1980年12月8日に教団に倒れたジョン・レノンを追悼するため、1981年にジョンのカバージェラスガイをシングルで発表。前衛1位となった。 1982年復活第3弾アルバムアバロン発表。かつての前衛的な色合いはすっかり影を潜めたが、楽曲の充実度は高く、先行シングルモアザンリスは前衛6位のヒットとなり、アルバム自体も前衛1位を獲得。その後、大規模なワールドツアーを行う。ヨーロッパではキング・クリムゾンを前座に従え、1983年2月には、 ロキシーとしては1979年以来2度目の来日も実現。その後、ライブミニアルバム、ザハイロードを最後に、ロキシーは再び眠りについたが発表される。を参考文献とする。フィル・マンジャネラが初のソロアルバム、ダイヤモンド・ヘッドを発表。キング・クリムゾンを前座として、フランス・フレジュスで公演。第1期。 第2期1971年第3期1971年から1972年デビュー第4期1972年ファーストアルバムロキシーミュージック録音第5期1972年から1973年セカンドアルバム Your ーユアプレジャー録音第6期1973年から1976年ジョン・ウェットンサードアルバムストランデッド、フォースアルバム カントリーライフ、フィフスアルバム、サイレン録音。ライブアルバム、ビバ、録音。第7期1978年から1980年、ポールキャラック、シックス,スアルバム、マニフェスト録音。第8期1980年から1981年、アンディニューマーク、セブンスアルバム、フレッシュブラッド録音。 第9期1981年から1983年、エースアルバム、アバロン録音。ライブアルバム、ハートスティルビーティング録音。第10期2001年、第11期2003年、ウェブサイト出版物。ありがとうございます。